はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともでございます。ユーソージャー34話の感想動画になります。感想的に言うと、今回は、新しい敵現るっていう感じです。そして、ユーソージャー、みんな過信しすぎてたっていうのもあるっていう感じはしましたけど。見た感じはそう思いましたが、大西さん的ご意見を、もうちょっと攻められてるよっていう、街を攻められてるっていう感じが、ちょっとね、ずっと悩み事してるゴールが、ちょっとびっくりしましたけどね。どんな感じですかね。あと、今回、瀬戸が出て、絡んでたんだなって、思念の塔を作った。でも、モヤモヤは残るけどね。と思います。ちょっとこれ、分散的に思ったことをちょっと言わせてもらいます。言いたいこと言いますが、まず一つ目の疑問ってか、そもそもの話なんですけど、なたの話になるんですけど、ちょっと、前のパート、ちょっとちゃんと考え、じゃなくてあれしましたけど、なた、もう一回、ちょっと、ごめんなさいね。まず、そもそもの話で、なたが言ったのって、なたが外装部だったのは、多分パート的に、二つか三つ前ぐらいに分かったと思うんですけど、29話の時点で分かったと思うんですが、俺疑問形に感じてちょっとこれ話させていただきます。オープニスさん疑問にも思ったこと言うと、今回の、まず、外装部の呪いって、最初ちょっと、ユーソージャー始まる前の、スーパー戦隊最強バトルっていう作品あると思うんですけど、それに、の世界でしか扱う、の時に初登場したんですけど、トア君とかナタ君とか、ぐらいに登場してますけど、俺疑問に思ったこと言わせてもらえ、単純に言うと、なぜそこまで NASA さんが行けたのって。別次元って思いましたけど。お主さん的に疑問がまだ多いと思います。そして今回の、ドルイドの敵側もちょっと気になります。ちょっとお主さん的疑問もありましたけど、そんな感じですかね。これ、ウプムシさんの余談話も一応させていただきます。スーパー戦隊との仮面ライダーのお祭りみたいな感じです。大変。大体1月ぐらいに。一応見に行こうと思って抽選かけましたけど、ダメでした。PS 的な話ですが、サブアカでポケモンソードを攻略しました。事前ダウンロードして、それで動画を送れました。ちなみに、メインアカウントで配信したのはありますが、あれはサブアカから撮ったやつです。本編のやつ、友達にも、ソードで教えてくれておられるんで、どっちかをやりたいと思ってますので。
ったらしてください。ということで、ちょっと郵送じゃから脱線はしていますけども。次が35話かな郵送じゃが。郵送じゃの今後の戦い方に気になる。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして今、現時点で、スーパー戦隊仮面ライダーで待ち作るのお話ですが、ちょっと最後に見させていただきます。今、ある会社を作っておるので、早くても更新11月にするよと、11月の結末までにはしますよという話はしましたが、ギリギリになっているので、ちょっとお待ちください。それもバズゲームに含みますのでよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。